トヨタガズーレーシング 86BRZ レース2018プロフェッショナルシリーズ最終戦、鈴鹿サーキット。シリーズチャンピオンの行方は、現在ポイントリーダーの谷口信輝と14ポイント差で2位の堀戸学、そして18ポイント差で3位の佐々木正弘と、この3人に絞られることとなった。開幕戦のね、鈴鹿で今年まず車が、新車が間に合う予定だったんですけれども、間に合わなかった。去年不調で終わった車をどうしても今年の1戦目と2戦目を使わなきゃいけなかった。そのところのノーポイントがね、すごく痛かったし、ただ、車が変わってね、新車になってからオートポリス、岡山、富士、表彰台をね、3戦連続乗れたっていうところが、僕が今このチャンピオン争いに残れてる原因なので、その中で新車を用意して、一生懸命慣らしもしてくれて、その3レースはすごくいいレースをしたなと。僕としてはやはりもちろん、優勝は狙えますし、ただ工事、まあ大しじゃないですけども、変なところのね、トラップに引っかかったり、落とし穴に落ちないように、今年2回ありましたから、その開幕戦の鈴鹿と第7戦の茂木で、あれはかっこつけて最後に出てたら失敗して最後尾になってしまったと。そこでちゃんとやってれば決めれたのになっていうところはありますが、そういうことがないように、最新の注意を払って必ずチャンピオンを取りたいと思います。一番は、本来ね、横浜タイヤ 08B が今年チャレンジの年だったのが、どうしても使えなくなってしまったとこからスタートしたんですけども、第一戦鈴鹿で優勝して、そこから流れかなりいい流れで来たんですけど、逆に言うとよく上位を走れてきたなっていう思いと、だんだんやっぱ途中から欲が出てきて、少しこうね、挑戦とかね、こう守りきりたいなっていうところで、トカチもね、トカチの2戦がやっぱ僕にとって一番ターニングポイントだね。非常に調子が良かったんだけど、予選で外してしまい、そこの2つを逃してしまったのが、今響いてるんで、あそこを普通に難なくこなせればもうちょっと楽な展開だったんだけどね。それも全てレースだよね。今の正直な意見は、とにかくランキングトップの谷口選手の前で最低でもやっぱゴールはしたいなっていうのは、自分の中のここに来る時に決めたことだね。正直、谷口さんとのポイント差が大きいので、本当にね、谷口さんに何かない限り僕の逆転はきついと思うんですけれども、できるだけね、その辛い状況ではあるんですけれども、優勝できるようにね、一生懸命頑張りたいと思います。それなりにね、ちょっとポイント差があるんで、みんなから余裕でしょって言われるんですけども、そんな甘くはないと思うんですよね。プレッシャーはあります。今回予選と決勝を1日で実施するワンデー開催となった最終戦鈴鹿サーキット。朝からパラつく雨を気にする谷口信輝。雨雲はもうないんだけど、その天気図によると。でもまだしとしとしてるから、鬱陶しいなと。早くすっきりやめばいいのに。もう少し降ってもらった方がいいんだけど、でもね、ドライだとかなり本当にかなり厳しいんで、できれば路面にね、水が残る状態で走りたいなと思って。路面が乾くかな、予選までに。前日ドライコンディションで行われた専用走行でトップタイムをマークしたダンロップタイヤの菅波東吾。とりあえずドライの、今のマシンとかその辺含め状況いいんで、路面乾いてくれることを祈ってます。ドライコンディションで今シーズン強さを見せているダンロップタイヤと、ウェットコンディションに強いブリヂストンタイヤ、果たして予選の路面状況はどうなるのか。天気むずいね。コンディションむずいね。そんな中、ダンロップタイヤとブリヂストンタイヤのダブルスタンバイの谷口信輝。どっちで行くんでしょうね。
一方、折戸学はダンロップタイヤをチョイス。そして谷口はブリヂストン。谷口は佐々木と同じブリヂストンタイヤを選択。らしいね、面白いじゃん、分からん。祈るのみです、祈るのみです。もう意地悪ですね、天気はね。86BRZ レース2018プロフェッショナルシリーズ最終戦、鈴鹿サーキット予選。エントリー台数37台。天候は曇り、路面はドライウェット。グリーンテントを15分間の予選がスタートする。しかしほとんどの車両がコースインせず、路面状況を伺っている。そんな中、予選アタック残り7分を切ったところで折戸学ぶコースインしていく。折戸学ぶの1本目、タイムは2分32秒311で2番手。続いて谷口信輝と佐々木正弘がコースインしていく。谷口信輝、同じブリヂストンを履いた佐々木正弘の後ろにつけてのアタック。なんと谷口、前の佐々木と並んでのフィニッシュ。タイムは2分31秒512でトップタイムをマーク。よしよしよし。でも菅波がいる。そうですね。だからこれで菅波が前に行ったとしても折戸さんとママの前に。一方、佐々木は2分32秒389で折戸に次いで6番手。ピットへと戻ってくる折戸学ぶ。思ったよりも路面が乾いてて、出るの早かったね。2周かなと思ったんだけど、思ったよりもちょっと路面が乾いてたわ。続いて菅波東吾、予選残り4分を切ってのアタックを86BRZ レースレースディレクター影山雅彦に振り返ってもらう。 86BRZ レースの、プロクラスのタイヤは本当に、1周目ほとんど温めないで、行くような、昔の予選用タイヤというほど、温まりが良くて、ワンラップだけっていうことではないとは思いますけど、それに匹敵するぐらい、シビアな、タイヤになってますんで、大事なところを一周しっかり使い切りたいなっていう、皆さん作戦だと思います。SG あたりも見てましたけど、非常に丁寧に乗ってるなという感じはしますけど、ちょっとところどころ修正打が大きいのは気になりますね。まあ、路面も、朝方まで雨が降ってたので、濡れてまだ乾いてないところもありますけど、ほぼ、レコードラインはドライ路面になっているように見えますし、あとドライバーから聞いたコメントでは、まあ、もうほとんどドライでは変わらずということでした。はい、結構
プレッシブですね、はい。まあ、この番組長く見ていただいている方はいろいろなドライバーの、ドライビング予選のスタイル見ていただいているとは思うんですけど、特に、まあ、谷口選手なんかのドライビングとは対照的な感じがすると思います。まあ、修正しながらもちょっとどのぐらいアクセル踏んでるのかっていうのはロガーとか見てないので分かりませんが、坂野選手はダンロップタイヤで、まあ、ある程度踏めてるのかなっていう。タイムは2分31秒089で谷口を抜いてトップタイムをマーク。あー疲れた。その菅波と同世代の坪井翔のアタック。タイムは2分31秒387で菅波に次いで2番手。いやこんなうまくいくと思わなかった。昨日の練習14番ぐらいだったんでちょっと無理だなと思ってたんですけど、まあ、ちょっと路面が乾きつつある状況の中で、まあ、一番最後の方に出てって、まあ、それが多分正解だったのかなと思って。この坪井に抜かれ予選3番手となった谷口信輝。とりあえず3番手ということで、俺とさんと佐々木君の前に行くってことはできましたね。まあ、決勝はドライだと思うんで、まあ、僕はブリヂストンを選んだんで、ダンロップの人たちがどれぐらい来るか、でもとにかく、2人より前で絶対ゴールします。4番手は出場選手唯一前線ポイントを取っている小川亮。一番はコンディションが昨日と全く違って、朝まで雨が降ってて、まあ、乾くか乾かないか微妙な中での予選だったんですけど、15分あるうちの僕は8分ぐらいちょっとピットで待機して残り7分で出てって、ウォームアップで走ってる時にかなり路面が乾いてきてるっていうのを確認できたので、なるべくプッシュしながら走れればいいなと思って、ちょっと 130R だけはかなり濡れてたんでちょっとドキドキしながら安牌で行っちゃいましたけど、それ以外は結構攻めれたんで良かったんじゃないかなと思います。5番手は小川亮のチームメイト、前年度シリーズチャンピオンの近藤翼。ちょうどアタックする場所が悪くてアタック終わりの車に 2,3 台引っかかっちゃって少し満足いくアタックできなかったんですけど、でもまあそれでも5番手になれたんで、まあ、決勝はちょっとガンガン攻めていきたいな。前回の茂木を優勝して今回ポールポジションを獲得した菅波東吾。まあ昨日の専用走行からすごく調子よく走れていまして、で今日は、ある意味天候が一番心配だったところではあるんですけど、天気予報通りやっぱ昨日の夜中から雨が降って、浅田サーキットに着いた時はもう完璧なウェットコンディションやったんですけど、まあスーパーフォーミュラも走って、最後僕らの予選の手前で、日差しが出てくれたことによってなんとかライン1本分はドライドの路面で走ることができて、まあ、それが一番とりあえず予選いい結果に追われた一番の良かったところだと思います。最終的に予選15番手となった佐々木正弘。まあかなり厳しい状況になってしまったんですけれども、まあ、昨日のねその車両のトラブルがあってちょっとまともに走れなかったんで、予選に向けてね車を改善したんですけれども、まあ、車両トラブルに対して本当に治ってるのかなっていうところの保険かけてドライブしてしまったところと、路面に対して狙いすぎた内圧がちょっとねタイムを外してしまってこういう順位になってしまって本当にかなり厳しい。そして折戸真奈が13番手にとどまった。いよいよ最後ですね。悔いのはない
ースをしたいと思います。クラブマンシリーズ決勝、今シーズンデビューの大島和也がポール獲得、水野が2番手、神谷は3番手、新チャンピオン庄司優真は6番手と出遅れた。今スタート、6番手の庄司優真、因縁の対決だよ。この2人サイドバイサイドで1コーナーへと入っていく。角田が庄司の後ろに下がりましたか。トップ大島はスプーンのインサイドを取りに行く。みんなは入った。さあ残り周回、あー入った。庄司最終コーナーどうだ。大外側にいるのは神谷と出るんじゃないのこれ。ファイナルラップ、クラッシュという情報が入ってきました。 130R でクラッシュ、セーフティーカーが導入されたがすぐに赤旗となり、レースは5周終了時点で終了となった。結果トップを守り切った大島が嬉しい初優勝を飾った。86BRZ レース2018プロフェッショナルシリーズ最終戦、鈴鹿サーキット決勝、3度目のシリーズチャンピオンへと向かう谷口信輝。パラついていた天候も決勝では晴れへと変わり、路面もドライとなった。ポールポジションは前回の茂木を制している若干23歳の菅波東吾。 86BRZ レース最終戦、鈴鹿サーキット決勝。このレースは谷口信輝とレースディレクター影山雅彦に振り返ってもらおう。いよいよ2018年度最後の 86BRZ レース決勝がスタートする。ブラックアウトスタート。さあトップ2いいスタートを切っていった谷口信輝、ちょっと遅れたか。横にいる小川亮の方がいいスタートを切って、小川亮が3番手に上がる模様。1コーナーに向かってサイドバイサイドでドライバーたちなだれ込んでいきます。さあまずトップは菅波東吾、2番手に坪井翔、3番手に小川、4番手に近藤翼がイン側から上がってきた。アウトサイドに谷口信輝が5番手、戻れるかというところ。戻った5番手戻りました。これですね、僕の周りはみんなダンロップなんですよ。で僕ブリヂストンじゃないですか。スタートトラクション全然なくて、スタートでまず小川亮に行かれて、で2コーナーで翼を生かす予定ではなかったんですけど、全然グリップも違って全然抑えられなかったですね、はい、やっぱりこのフォーメーション1周でのもうすでに温まりの違いがここでもう出ちゃってる。僕がねまたあんま温めなかったのもあるんですよ。なんとなく後半垂れるの分かったから、正直内圧も低めなんですけど、だから後半は僕ペース良かったと思うんですけど、もうこの時はぶっとにかくチャンピオンを取ることが一番僕の最優先事項だったんで、うん、そうだよね、もちろん。で佐々木雅宏、そして織戸さんにさえ行かれなきゃいいっていうのがあったんで、おっと井口と脇坂並んでおります。並んでるけどいけない。まあここのところ脇坂選手がね後半に向けて最近調子いいですよね。順位をねちゃんと安定して上がってきてるところっていうのはレースしてますよね。危ない服部さんかな、このパラリング。服部さんですね。飲まれた服部さん。もうベテランも容赦ないねみんな。誰かが仕掛けていけなかったらその後飲まれるっていうこのパターンですよね。まあでもドラミなんかでもみんなの顔見てると、GT のドラミと全然顔が違うもんね。ああそうですね。GT の方があんま聞いてないですからね。なんかすごいもう危機迫る感じのこうね、予選とかで木端の場合どうするんですかとかね。GT じゃ言わないですからね。言わないもんね。はい。さあそしてなんとカーナンバー500番坪井翔にドライブスルーのペナルティ。ドライブスルー。王子様ここへ来てこのかい。ちくしょう。まあちょっとこれね、
坪井翔、残念ですね。残念なんだよね。まあ、もちろん坪井すごく速いんでね、あの GT 乗っても何乗っても F3 乗っても速いですもんね、うん、ただこの86だとそう簡単に勝てないんですよね、うん、まあ坪井もね、そんなサイドブレーキを引いて、うん、あのスタートとかしたことないじゃないですか、きっとあの86以外で。で鈴鹿って下り斜面じゃないですか、まあ、きっとサイドブレーキ引いてると思うんですけど、そこでやっぱサイドブレーキになるじゃないと、こうシグナル見ながらこうハンクラーをこう当てていくと、ちょっとじわっと動いちゃったのかもしれないですね。そんな感じだったよ。なんかスルッと出ちゃった感じで。鈴鹿下り坂だからね、はい、スタンディングスタートはやっぱり、だからあれですよね、みんなあのサイドブレーキがない車のスタンディングスタートって動いちゃいけないから大変ですよね。どうやってやんすか、あれ。あれフォーミュラなんかだと両方踏んでんすか。でもつま先でブレーキ踏みながらアクセル煽ってた。ああ、うん、器用ですねそれ。みんないやでもそれやんないと動いちゃうからね。谷口のさっきのタイムは2分33秒531、前よりもコンマ4速いです。さあそしてその後ろ6番手争い、デグナーの2個目、青木と脇坂サイドバイサイド、その後ろから一気に来る、井口も来る、ガモン、これもしかしてここで、うん、ここだよ、おさるちゃん、ここだね、ここでちょっと、あ6周目なんですね。おー、なんでそこでスピンする、後ろの人よくかわしたすごいね、みんなかわすの上手。すごい角度で入っていって、その後立て直せなくてスピンというような感じだったんですけど、長い長い今シーズンの戦いのこれが残り1周です。小川か近藤か谷口か、130ヤードいい感じにいって、うん、ここからグイッと追いついていくん でイン側を締めてるんでアウトからこうかぶしていくんですけど、おー、いった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 、こうね、すごいスゴシンクスのライン、めっちゃ、おー、きてる最終コーナーからまずは菅波東吾2連勝。最終戦の鈴鹿を制したのは OTC ダンロップ86菅波東吾、前回の茂木に続き2連勝を達成。とりあえずホッとしました。あざっす。2位は神奈川トヨタ D-TEC86 小川亮。長かったですねあの後ろ翼くんだったんで信頼してバトルできたんですけど、まあ、2台最終戦で2台揃って表彰台に登れる車を作ってくれた神奈川トヨタのチームに本当に感謝してます。はい、ありがとうございました。そして3位は同じく D-TEC の近藤翼となった。そうですね、まああんまり無理しないようにして、でもちょっと前がペース上がらなかったんでちょっとどうしようかなと思ったんですけど、まあチームメイトだし、はい、まあダブルで上がれてよかったです、はい。まあ決勝スタートして、まあ、ポールからで、無事スタートを抑えることができて、ちょっとね坪井選手早かったんで、あのスタートを抜かれるかなとか思ってちょっと心配やったんですけど、まあ、そこを抑えて1コーナー入れて、その後は、ちょっとプッシュしてうまく逃げることができて、まあ、あの勝ちの展開に持っていけることができたので、まあ、レースの流れとしてはとても良かったと思います。イエーイ、おめでとうございます。そしてこの結果により谷口信輝が3年ぶり3度目のシリーズチャンピオンを獲得することとなった。何ですかね、最終戦のマジのチャンス。疲れるのは俺だって信じろ。何疲れるのか言って。久しぶり。見てるだけやろ。もうポテンシャルをね、出す、もう車のセットを全て考えて。くたくたですよ。だけど今関係ないやん。見てるだけや。疲れた。いや、ほっとしてますよ。もちろんね、そのこのレースでも上位に来たかったんですけども、それよりもとにかく無事に終わらすことが優先で、やり遂げました。どうしない、どうし、あ、2つありがとうございます。どうすんのこれ、みんな感じホームってますね。どっちをかぶってもね、そっちから角が立つですね。シリーズチャンピオンに輝きました、角82番、めちゃめちゃ嬉しいです。幸せです。もう本当嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございます。いや、1年間長かったですね。まあ、本当にメカニックのみんなも本当に苦労して、勝
勝ち取ったチャンピオンですので、ひときわ嬉しいです。我々としては苦しかったですけども、最後に気持ちよくチャンピオンになれてよかったなと、ほっとしているのがもう正直なところです。いや非常にビッグチャンスの1年だったんですが、終わってみると悔いが残りながらも、思い切り走れた1年だったんで、非常に皆さんに感謝しております。そしてチャンピオンを取った谷口選手、そしてチームの皆さん、おめでとうございます。非常に僕個人的にも谷口がチャンピオンを取ってくれたのはとても嬉しいです。谷口さんチャンピオンおめでとうございます。谷口さんチャンピオンおめでとうございます。谷口さんチャンピオンおめでとうございます。谷口選手シリーズチャンピオンおめでとうございます。これはこれは、シリーズチャンピオン谷口の二人選手おめでとうございます。3回目あいつ、いやさすがですね。けどそういう強いドライバーがいるこのカテゴリーがすごく楽しみです。面白いです。1年間を通して、成績が非常に安定したのはさすがだと思いました。ただ、次は谷口包囲網で、みんなやっつけたいと思ってると思うんで覚悟しといてください。今日は何言われても怒らないよ